てテンチンデ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 ンちーなちゃん、お、わかったね。メントスです。正解。こんばんみゃ、こんばんみゃ。よくわかったね。あ、よくわかったねってか、この前のショールーム配信未答見、そう、今日のこのニットの意味、前ショールーム配信した時にこのニットに書いてある英語の意味をね、みんなで調べたの。そしたら、なんだっけ、神聖なる、神聖なるだったっけ、神聖なる乗組員だったかなっていう意味。私は神聖なる乗組員です。こんばんみやん。やっべ、見てない。あ、忠実だ、だ、間違えました。神聖じゃなくて忠実な乗組員っていう意味のニットです。まあ、先週はね、このインスタライブしてなかったんで、2週間ぶりの配信ですの。コンタクトレンズですか？あら、今日そんな風に見えます？今日はしてないんです、コンタクト。いつもね、仕事の時は前髪がなんか一本あるの分かるかい？邪魔なのが、この鼻のてっぺんに邪魔な髪が一本、こいつだ。何話しとったっけ。うん、そう、仕事の時はコンタクトしとるんやけど、今日はしておりません。意外と黒いっていうね、私の目。奥深い茶色。お疲れ様です、ありがとう。あれ、先週ライブしとったっけ。あれ、いや、ショールームだよ、それは確か。あ、セーターいいね、ありがとう。もぐもぐ配信、もぐもぐ配信でもいいよ。ホルモン食べてる、やばい。確かに、メントスです、メントス。もうあと1個しかない、見て、あと1個のメントス、残り2分の1を今食べました。美味しいんだけどさ、歯にくっついてさ、でもここにくっついてる今。ここに、あ、先週やったんだね。うん、そうかそうか。背景がブラインドだ。何ブラインドで。ネイル、クリスマス仕様。お、ネイル、じゃじゃじゃーん。ネイルは今回シンプルにしました。あの、これ一応ジェルネイルなんだけど、どうしても前回はピンクのやつをしてたんだけど、白い系のをしたくて白一色にしてみました。
すごいいっぱい長いのを送ってくれてる方がいる。ありがとうございます。今夜私はあなたにそれをすべて与えたい。クレームの中で私がしたいことたくさんあります。ありがとうございます。なんかいろいろとね、メントスで銀歯取れたことある、あれは。コンタクト入れてほしい。だって今日は入れたくないんだもん。ネイルはジェルネイル、あのやってもらいました、お店で。あ、上映会の後にちょっとしたか。みんなの方が覚えてる。私さ、してないと思って、超久々だと思っちゃった。今日はおろしてます。今日は日曜日ですね。メントスが、メントスがここに入ってちょっと気持ち悪いな。ちょっと取れないの。うん、取れた。でも半分しか取れんかった、ベロでは。しかも今さ、ここに今半分のメントスが残ってて、でこっちで今ベロで取った半分のメントスがこっちに移したんだけど、そしたらこっちの上顎に半分ついて、でその半分の残りはこっちについて、今上顎のこっちとこっちに、歯茎のここにメントスがくっついている状態でお送りします。メントスを取る配信。メントスをなんとか手で取らずに。なんだっけ、あれ見ました、みんな。突然 Do Love Me のダンス、定点ダンスの V、 YouTube で配信されましたけど、見ました？私さっきね、インスタの方で告知しましたけども、見たよ、見た見た、ありがとう。うん、ダンス動画ね。ああやってさ、定点でああやってミュージックビデオの衣装でダンスだけの動画って今まで初めてだったからね。みんなにとっても新鮮だったし、私にとっても新鮮だったし、なんか改めてダンスのなんかバラバラさっていうのかな、やっぱあれ撮ったの1回だけじゃなくて15回ぐらい踊って一番いいものを選んでるやつだから、で最初ね 1,2,3 っていっぱい撮っていくけど、やっぱり揃ってなくて全然だから、やっぱもっともっと揃えないとなって思いました。あのダンス配信撮影で、そうで、まいちゃんがね、そうまいちゃんもねツイッターで書いてましたけど、その日にね、なっちゃんが具合が悪くなっちゃってお休みしちゃったんですよ、 LINE ライブの時かな。でその時に急遽前日にね、マネージャーさんからまいちゃんへの連絡があって、入ってもらえないかっていう風に前日に言われて、で次の日にまいちゃんはそのダンスフルバージョンを覚えたんだよ。本当にすごい、まいちゃん。だからね、多分いろいろ不安もあっただろうし、なんか全然自分が不安の中で踊るのって嫌だろうなと思うし、いきなり定点だしさ、本当にまいちゃんをいっぱいいっぱいで
よく、ね、覚えたなと。みんなでお疲れまいちゃんって終わった後にまいちゃんお疲れって言ってましたよ、ね、その後ね結構夜遅くまでの撮影だったんで、終わった後にマネージャーさんから551の肉まんをいただいて、それを食べながら帰りました。うん、昨日はね、昨日だったっけ、あれ記憶がどっか行ってる、昨日、あ、違う、一昨日か、一昨日ね公演が終わってから、あ、いいな、いないなと思ったよね、なっちゃんがいなかったんで、また来週のお話し会で褒めてもきます。後輩に慰めてもらったまいちゃん、ジーナに会ってみたいです。今からでも間に合うイベントあったんですか。あ、もう申し込み終わったっけ、握手会の。でも握手会があるんで、ぜひ。ね、そう、一晩でフリーレスさん、まいちゃんすごいよね。そうで、一昨日ね久々に公園に出たんですよ。一昨日は、10周年公演が終わってから私は初めての劇場公演だったんだけど、10周年公演で100曲踊ったんで、めっちゃ疲れてて極力体を動かさないようにしてたので、一昨日久しぶりの公演で久々に体を動かしたら相当体力落ちてたみたいできつかったんだけど、その日ねすごい体も久々に動かして疲れてたはずなのに、なぜか夜中一日寝れなくって、ベッドに入っても寝つけなくって、で昨日か一昨日公演終わってそのまま寝つけなくて、あ、もうそんな日もあるかって、本当は寝たかったんだけど寝れなくって、だから開き直って、じゃあもう今日は起きちゃおうってことで、その日の夜2本映画見ました。で昨日は夜の7時までずっと、昨日の夜7時までずっと起きて限界まで、で7時ぐらい過ぎてから限界が来て、で7時からもう気絶したかのように寝てたんだけど、全く多分寝返りも全く打ってなくて、気づいたら朝の5時半でした。で、はい、めっちゃ爆睡してましたね。そんな日もあったな、ありました最近は。ね、アドレナリンが出とったんかな、やっぱ。って感じ。メール見ましたよ、ありがとうございます。そう、これの内容をね、メールに書いたの。焼肉の味も覚えてない？そう、焼肉家族でね、その日食べに行ったんだけどさ、昨日か。昨日食べに行ったんだけど、たびたびね、記憶飛んでてね、何話したかあんま覚えてないっていう、ね。味は美味しかったっていうのは覚えてるよ。さっきねこの配信8時半から始めたやんか。で、告知したのが7時半やったんよ。だけど、時間があって、その30分間ぐらいは携帯触ってたんけど、残りの30分間はずっと眉毛を整えてました。眉毛のね眉毛をねずっと綺麗に整えてたんだけど、今すごい綺麗じゃない？見て、眉毛サロン帰りみたいな眉毛じゃない？すごい綺麗にできたの。ずっと眉毛のここをね、この眉毛の下ここら辺とこの辺をひたすらピンセットで抜いてた。痛っって言いながらひたすら抜いて、ずっと眉毛抜いてました。めっちゃ綺麗になっただけ、眉毛でしょ、綺麗でしょ。そう、眉毛がまっすぐになりました。チャキーン。葵さんに言ってもらえます。
抜いたらいかんって言わん。え、そうなの？抜いたらいかんと本当は。そう、眉毛サロンにね、前ちょくちょく行ってたの。そしたらさ、結局めっちゃ綺麗なんだけど、なんかすごい細くなっちゃって、で、あと結局ここもね、ワックスでビリってやった後に、その後ピンセットでピチッタタタタタってすごい高速で眉毛抜いてくから、めっちゃ痛かった、思い出あって、まあ自分でもいいやと思って最近は行ってないです。後で濃くなるぜ。えー、そうなの？もともと濃いから、まあいいの、もう私は眉毛もともと濃いから。じゃん。いや、やっぱ良くないんだ抜くの。抜いちゃったさっき。まあいつもは抜かないんでいいか。ね、ワックスの後めっちゃ抜かれるよね。そうなんよ。ワックスでさ、結構痛い思いするの。ここにね、なんか塗って、でちょっと時間置いてピリってして、結構痛いの。あじゃーってなるんだけど、その後にまたピンセットで抜かれるの。それがもう本当に痛くって、まあ自分でしたんですけど、さっき。髪の毛長いね。そう、もうスーパーロングですよ。こんぐらいに切ってもいいかなと思うんだけど、あと5センチぐらいは切ろうとかな、こんぐらいは切ろうかなと思ってます。こんぐらいだったら7センチなんだろう。これが5センチぐらいかな、10センチかな、いや5センチか。でも美容師さんにはさ、3センチぐらいで切ってくださいって言わんとさ、15センチぐらい切られるからねだからいつも切ってるときは、切るときはめっちゃ短めに伝えてる。3センチぐらい切ってくださいとかって言わないと10センチ切られるからね。めっちゃわかるってね。切るんだったらベリーショートかな。なんか変なっていうか、ボブとかに切るよりはベビーショートだってベビーショートっておしゃれだね。なんかボブとかに切るよりベリーショートとかに切れた。前もねよく言ってたんですけど、まあ今は絶対に切らないんだけどね、切るならベリーショートかな、もう肩につかないぐらいの。まあ、こっちはかけないでいいか。こっちはこんぐらいの、もうこんぐらいのうなじが見えるようぐらいのベリーショートかな。で、まあ、こっちはかけるとか、耳かけして。ぐらい。めっちゃ大人じゃない？で、顔に沿って切ってほしいかな。そう。人生で一度はしてみたいっていう髪型、これは。こんぐらい。こんぐらいだね。どうもーつって。
え、ギリシャ彫刻だって両耳かけても可愛いか。こうしてこんぐらいのね。ここ、こんなボリューム出らんと思った。こんぐらいかな。出てき方が出てき方が芸人なんよ。どうもー、はい、麹のゆいです。後ろでこれ結んで、で、これで、ここで出しちゃえば、今日はショート風の配信ということになると。そう、こんぐらいのベリーショートにしたい、するのが夢。あたすの夢です。まあ、なかなかないけどね。なかなかしないだろうが、このぐらいがいい。やってみたい。そう、ロングのイメージだから新鮮だよね、きっと。こんぐらいになっちゃったら、いやー、やばいね。でもやばいわ、なんかいいとこなくならん。なんかゆいのいいとこがなくなっちゃう感じする。もうなんかショートにしちゃったらいいとこない。今めっちゃショートに見えない？めっちゃショートに見える。もう切りましたみたいな髪型じゃない？若く見える。だってするからショートいいと思うよ。これスクショ撮っといて。どういうあれ、今のスクショ撮っといてや。今口の色がないっていうね。リップ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 。でもさ、背が高いからね、私背が高いからのっぽに見えるんじゃないかと思うんだよね、髪が短いと。なんか私がね、お母さんに髪切りたいんだけどって、髪こんぐらいに切りたいんだけどって言ったら、マッチ棒になるよって言われちゃって、あんた背高いんやけんマッチ棒になるよって一番続くダイエット方法教えてほしい。うわ、めっちゃわかる。ダイエット方法っていうか、ダイエットって永遠とさ
続くよね。あたすもそうよ。あたすだって食べること大好きだからさ、何よりも食べることが大好きだからさ、わかるわよ。でも一番はね、なんだろう、なんかそこまで意識しない方が食べないっていうか、あのやることを他に見つけたら食べないかも。なんか夢中になってることがあれば食べないで、それはもうできないんだけど、それはもうね、自分分かってるってことなんだけど、なんだろうな、なんか美味しいものだけ食べるとか、美味しいものだけを食べるっていう気持ちとか、あと本当に食べたいものだけを食べるとかかな。あと私が一番続いたのは、お昼にしっかり食べて、夜はひたすらキャベツをたんまり食べるっていうやつだったかな。あとはストレッチをよくしてます。女の子は筋トレも大事だけど、あのストレッチが何よりも大事かなと思ってます。しんなりとしたしなやかな体を作るためには一番はストレッチですかね、大事なのは、だと私は思いますが、福岡はね、何よりも美味しい食べ物が多いからね、食べちゃうよ。鬼滅の刃見ますか？今日が鬼滅の刃だ、そういえば。絶対に見なきゃ。先週の見た人、はーい。キャベツそのまま？キャベツそのまま食べるとき、そのままというか、なんかいろいろアレンジして食べてた。キャベツだけ。キャベツをそのまま千切りにして食べると、結構臭みとかがあるキャベツがあって、キャベツ独特の臭みだけん、あれが嫌な人は本当にもう栄養価とか なくていいからって人は、あの袋入りのもう千切りになってるキャベツを買っちゃった方が臭みがなくて美味しく食べれるかも。それにもドレッシングは自由に、だってさ、キャベツに変えるんだからドレッシングはゼロカロリーとかしなくていいのよ別に。もう何でもシーザーとか納豆かけて食べたりとかね、納豆とメカブとキムチ入れて食べたりとか、あとはそのアレンジ加えたいときはキャベツをチンして、あ、そのキャベツをチンする前にキャベツをお皿に入れて、あと卵入れて、あ、なんだかな、卵と鰹節とかを入れてとりあえずチンするのよ。そのチンした上にあのこのマヨネーズとお好み焼きソースをねかけんの。そしたらもうお好み焼きだから、それを私はよく食べてました。うん、最近言うとね、好きなもの食べすぎてちょっと胃の中が荒れまくってんで、ちょっと始めようかな、キャベツ生活。夜だけキャベツ生活。煉獄さんの父に泣かされました。わかる、鬼滅ね。そう、私も先週のやつ見て、煉獄さんのさ、お父さんがさ、あんなこと言ってるけどさ、やっぱり悲しいんだよねって思ったら、もう私も涙出てきちゃった。キャベツの千切りをしゃぶしゃぶされて美味しいよ。わかる、美味しいよね。キャベツのタレとかあるの？塩チョレギもいいよ、美味しいよね。刺身こんにゃくとかも食べてたよく。そう、とりあえず夜だけ控えるっていうのはいいかも。それか夜だけ食べたい人は本当朝昼あんまり食べずに、もうちょいちょいこういうのとか好きなものをとにかく食べればいい。なんかあんまりダイエットってするとストレスだから、好きなものはとりあえず食べる。だけこれが好きだから朝はこれだけ飲んでとか、お腹空いたらみかん食べるとか、フルーツとかいいからね。そう、おやつ食べたいときは私食べてます。もう普通に言ってアルフォートとか食べてるし、
これとかよく食べてるよ。ほんとその時の体に従ってチョコレートピッて1個、もうこれ4個食べたって別にカロリーオーバーしないから、別にヘルシーなもの食べなくていいんだよ。これ4個食べたってカロリーオーバーしないんだからいいんだよ。食べたい時は食べていいんだよ。そうしたらもう体も心も幸せだから。で、あ、今日は我慢しようと思った時は軽く我慢して、あの干し梅じゃない、干し梅とかあと梅シートみたいなやつとか食べてるよ。でもジーナ太ってきてるよ。え、私太ってきてますか。やばいよ、太ってきてる。あたす、あたすかな、あたすが太ってるってわかるの、わかってるのかな、バレてる。アルフォート一袋はダメですよ。何個か、もうこれだってさ、クッキーもついてるしチョコもついてるし満足感がすごいのよ。だからね、 1,2 個食べたら満足よ。うんなわけない。いやそうなのよね。だから自分が今日はいらないやと思った時は食べなくていいし、食べたい時は食べればね。でも私も結構差あるからね。でも本当に痩せた時は、本当に痩せた時のことを言うと、めっちゃ痩せた時はあの TGC に去年、あ、何年か前に東京ガールズコレクションの北九州に出た時にどうしてもそこで太った自分でいたくなかったからめっちゃ頑張ったんだけど、その時は朝バナナとヨーグルトとか、リンゴとヨーグルトとか、リンゴプラスフルーツ、あ、違う、フルーツプラスヨーグルト朝食べて、過去のこれ一杯とかで、お昼に、魚定食を食べに行ってた。自分で作るのはちょっとストレスとかにもなっちゃうから、とりあえずお昼は魚定食を食べに行って、お肉は食べなかった、もう魚定食に徹してた。そして夜はもうキャベツだけにしてたらめっちゃ痩せました。夜味噌汁豚汁だけとかね、うん、具沢山の豚汁だけとかそうしてましたよ。でもあんまり無理するとね、ほんと肌逆に荒れたりとかしちゃうから。でも私その後にその期間ずっとお昼魚だけって、その動物性タンパク質はなんていうの、魚しか取ってなかったから、TGC 終わってからすぐその日にみんなで、週のみんなで焼肉食べに行ったの、その日。そしたらその日からすごい体調悪くなっちゃって、そしたらなんていうの、胃腸炎じゃないけど、なんていうのかな、急に動物性タンパク質のもう油を入れちゃったからめっちゃ気持ち悪くなっちゃって、ずっとお腹痛くて病院に行きましたHKT のダンス踊ってダイエットしてる。あ、本当ですか。 HKT のダンスはね、結構ずっとジャンプしてる曲が多いからいいですよ。間食にお菓子食べる人は、食事するときにお菓子使った料理作って食べると間食しなくなる。何それ。幸せなジーナを見ていたいから無理しないで。優しい、優しいよ。でも頑張るときは頑張るから。でも今はちょっとお休み期間中です。胃がびっくりした。そう、胃がびっくりしてその時は体調崩しましたそう、めっちゃもうずっと吐きそうな感じになって、でその日東京だったから、次の日とか体調悪いとき東京でホテルで、でみんな他のみんなお仕事だったから、舞台かなんかの時だったかな、だったから舞台稽古で東京にいて一人だったから、一人で病院探して、内科探して行ったら、病院の先生に、多分胃がびっくりしたんだねって、
徐々に慣らしていかないとって言って怒られました。自転車通勤で太らなくなりました。あ、8時間ダイエットね、あるよね。私結構いろんなダイエット試してきたよ。でも8時間ダイエットもそれこそしてきたし、あとはあの魔法のスープ、魔女スープダイエットってあったじゃん。トマト缶1缶使って野菜だけとりあえず入れて食べるってやつもやったし、リンゴダイエットもしたことあるし、断食もしたことあるし、漢方でダイエットしたこともあるし、とりあえず走るってこともやったし、なんか結構やってて、やっぱりずっといろんなことやってると疲れましたけど、でも8時間ダイエットは痩せたかも、ほんと。うん、でも一番自分の中で心の健康なのは食べたい時に食べるって言った方が、なんかダイエットって意識しすぎると逆に太るというか、逆に食べちゃうというか、だからある程度好きなものをつまみつつ食事の量を抑えつつみたいな感覚かな。で1日に200キロカロリーまでぐらいはおやつは食べていいってことにしといて、であとはそのあんまりパンとかを控えるといいかもね、うん、っていうなんかひたすらにダイエットの話をしてきたんだがごめんなさい。でも本当にね、ダイエットしすぎるのは良くないからの、良くないよ。でも一番の整形はダイエットって言いますからね、何をしても。みかんちゃん、ショートジーナちゃんに見慣れてきた。あら、見慣れてきた。いつかはこうなるかもしれないわ、私も。口の色がなさすぎてちょっとしんどい。何かなかったかしら、リップクリームなんてなかったかしら、この辺何もないわ。リップクリームなんてあったかしらなんて思ったけれどなかったわ。ありゃありゃ、悲しいことにないわ。リップクリームがなかった。口の色こんなにスンとした色でやらせていただきたいと思います。何かフィルターかかっちゃったかな。なんか声が変わったって言ってるけど、声変わってるの？あれあれ？なんかフィルターかかっちゃったのかな。声が変わったって書いてあるよ。あれあれ？ショートにしたらこういう服が似合うよね。なんかこの X ガールとかさ、ジュエティとか似合いそう。9時11分だ。あだ、結構今日はやっちゃったみたいでね。
今日はインスタライブやりすぎたみたいだね。そろそろやめようかにゃ。そろそろ配信の終了のお時間ですね。あわよっと。私はあなたと結婚することができます。できません。最初10分って言ってたよね。ほんとよ。はは。結構やっちゃった。はは。じゃあもう今日で終わろ。もう終わるよ。もう終わる。もうこのマウントレーニアを飲んだら終わる。はい、飲みました。ありがとうね、見に来てくれてありがとう。今日は最高記録配信だったみたいだよ。あは。ふう。そんじゃ今日も見てきてくれてありがとうね。はは。これは残さない方がいいだって。本当だよ。本当に嫌だ。こんなミッキーのモノマネを見られるなんて最悪だ。本当に。さあ、ドリームハイツ。じゃ、おやすみ。ありがとうね、見に来てくれて。じゃあね、バイバーイ。急に終わるっていう。ありがとうございました、バイバーイ。じゃあまた来週。さよなら。さよなら。はは。